点だけ、また万博の会場建設費絡みなんですけれども、立憲の岡田幹事長がですね、26日、工夫して予算内で努力するということで、それは維新が日頃強調していることにつながるのではと。でまたですね、増額になれば大阪府市と大阪を中心とする経済界で、負担すべきだという趣旨の発言されまして、これについて受け止めがあればお願いします。これ先ほど申し上げている通り、立憲民主党の岡田さんも実際に万博会場を視察して、1月ですか、2月ですか、視察して国として全面的に応援していくって言ってたんですけどね、国の事業って分かってると思うんですけど、政局で言ってるんでしょう。特にコメントありません。以上で株主会終了いたします。